最後は低め空振りを取りました。その浅間を三振に取りました。ワンアウトです。キャッチャーの仮面が続いてますけども、ここも最後まっすぐで勝負しました。チェンジアップ空振り三振です。そしてまっすぐ少し差し込まれた今川です。セカンド浅村落下点掴んでスリーアウトになりました。先制点をもらった後のピッチング、高め空振りを取りました。ワンアウトです。ちょっと父としては逆球抜けたような球になりましたけれども、でもまず初球いった左中間に上がった当たりはセンターが追いつきました。投げていません。ライトいい当たりですが、ここは島内の守備範囲でした。外いっぱいです。142キロ、見逃し三振で2アウトです。まっすぐ空振り三振です。139キロ、先頭バッターアルカンタラから三振を取りました。神谷です。強い当たりはショートへのゴロ、スリー間に合いました。初球から行ってバットの先はピッチャーが出てくる、一塁間に合いました。スリーアウトです。いやー、これピッチャーの岸がよく冷静に対応しました。